お集まりをいただきましてありがとうございます。原発事故収束対策プロジェクトチームの第33回の総会を始めさせていただきたいというふうに思います。4月6日に原子力発電所の再起動にあたっての安全性に関する判断基準というものが4閣僚によって決定をされ、昨日また友国4閣僚によるプラス仙石政調会長代行も入っていたようでございますけれども、会合が開かれ、大飯原発3号機4号機についておおむね妥当であるというような評価がなされたようでございますけれども、私ども PT はすでに3月の段階でこの再稼働の判断にあたってはですね、技術的にも法制的にもあるいは社会的にもまだその政治判断をする状況が整っていないと、時期尚早であるという提言をまとめさせていただいたところでございまして、政府のこのような請求なですね動きについて懸念を持っているわけでございます。今日は先生方にお集まりをいただいて、この政権与党としてですね、この再稼働問題についていかに考えるかということを議論をさせていただきたいということでお集まりをいただきました。まず当 PT の座長新井先生の方からご挨拶をいただきたいというふうに思います。皆さんご苦労様でございます。私たちはこの PT を1年ほど前の4月からですね、実質的に発足をさせてさまざまな仕事をしてきたつもりでおります。この PT に参加して皆様の議論を踏まえてですね、いくつかの法案あるいは制度、そして予算組織というものを作り上げてきました。この1年間の原発政策を文字通りリードしてきたという自由心を持ってございます。その過程の中で国会事故庁を作るべしだと、あるいは、法案院ではなくて規制庁という形で40年廃炉を規定した規制庁を作るべきだという法案の準備もさせてもらいました。また現在は議員立法の形で川内さん谷岡さんが頑張ってくれている福島被災者支援法という法律、この法律は弁護士会が極めて評価をする法律であり、かつ地域の人たち、福島の人たちにとってですね、大変な評価を受けている法律でもございます。そんな中でですね、再稼働問題が出てまいりました。原子力問題というのはこれは発足の時からですね、湯川秀樹さんやあるいは友永慎一郎さんが、民主公開自主という三原則を打ち立てました。原発というのは黙っているとなんかその公開がしにくいインナーな社会になりがちだということを見抜いてこの三原則を打ち立てたというふうに言われております。今私たちが抱えているのは本当にその原則に恥じないのかと、今のやり方というのはその原則に沿った議論を与党や政府がしっかりとしていただいているのだろうかと、そういう思いを持ってございます。いろんな立場はあると思います。しかし議論をすることは、そして取りまとめていくということが最も大切なことだろうというふうに思ってございます。今日は政府の方で、安全性に関する判断基準というのを作成をいたしましたので、そのヒアリングをして、その後議員間で率直なこの再稼働問題について議論をしたいというふうに思います。まだこのペーパー、緊急提言のペーパー出すのは早かったと思うんですけれども、まあ一応皆さんの手元にもお配りさせていただきましたけれども、そういう事情にあるということをぜひご理解をいただいて